My name is Yuzuru Hanyu from Japan. 本当にちっちゃい頃から滑ってるのでスケートが大好きです。キリトルテレビ第7弾スポーツ選手が、プーさんね、試合中などに喋る言葉は中継では決して聞こえない。そこで相当声でかくないと、口の奥から言葉を解読、これ一番好きなコーナー。こちらは去年3月フィギュアスケート世界選手権、羽生結弦の練習中の一コマ。バッグから取り出したのはリンクでは肌身離さず持ち歩く熊野プーさんのティッシュカバー。大好きなんだよねあれ。すると、プーさん好きだよね。見にくいな。嘘でしょ。嘘だ。あ、本当だ、言ってるわ。カバンに入れてて潰れてしまった顔、それを優しく直してあげながらツンデレな一言をつぶやく羽生だった。さらにアイショーの練習中にも見にくいな。あら、あ、そんなの関係ない。おばみ仲いいね。小島よしおのモノマネをし、おたけびをあげる楽しげな二人だった。こちらはフィギュアスケートの大会前の練習中、そこに羽生選手がどうやら練習を終えたようだ。すると、すごいな、しかし体幹半端ない、全部筋肉なんだろうなあれ。お、大会スタッフにありがとうございましたとお辞儀。切り取るのはそんな羽生の神対応ではなく、信用が第一、信用金庫。お辞儀され、お礼に拍手を送る人たち。この人たちが拍手隊の皆さん。実はリンクを整理する整氷係の方々。そういう人たちにも、彼らの作るリンク、演技を採点しやすいよう試合用の時だけある工夫がなされているんですが、向井さん、それが何だか分かりますか？頑張ってください。突然、え？は？なんか照明が入るように。しょうがない、確かに。それはリンクの作り方を見ると分かる。このリンクって大会やアイスショーが開催されるたびに作っているってご存知ですか？それは本番5日前に遡る。ここは幕張にあるイベントホール。普段はコンサートや展示会などに使われる場所。あ、ニコニコ紹介員行ったんだよ。行ったんですか？スケートリンク用ではないため、まずは水が漏れないように防水対策。ここに氷作るの？これで下地が出来上がると、続いて出てきたのはこちらの物体。中が空洞になっているチューブ、通称アイスチューブをさっきできた下地の上に敷き詰める。そしてこのアイスチューブの中にマイナス20度の冷却液を流す。その上から水をまいていく。すると、まかれた水はマイナス20度のアイスチューブに冷やされ、ゆっくりと凍る。一度凍るとまた水をまき、再び時間をかけて凍らせる。これを何度も何度も繰り返し、時間をかけて分厚い氷を作っていくのだ。では一体何度繰り返すのか、整備する方に聞くと、そうですね、回数で言いますと1回1ミリの氷を作るとしても、7センチの氷を目指すとなると70回っていう計算になりますね。なんとその数70回。水をまいて氷が一層できるのにおよそ30分。それを70回寝ずに続ける。するとリンク作成から3日目、およそ37時間かけてようやく出来上がる。では一度に分厚い氷を作らず、薄い氷を何層にも分けて作るのはなぜなのか。実は練習や演技中のジャンプで氷の上の層に亀裂が入っても下の層まで割れるのを防ぐため。1個だと全部いっちゃう
だ。3日にわたる根津の作業という製氷係の神対応。さらに大会で使われる試合用リンクは採点がしやすいようにという理由からある工夫がされている。それは氷の色。大会で使われるリンクは真っ白じゃなくややグレー。なぜ白い衣装の多いフィギュアスケートでは衣装とリンクの白が同化してしまうことがある。そこでリンクをグレーにすることで白い衣装でも採点しやすくしているのだ。では具体的にどうやってグレーに見せるのか。確かに。それはアイスチューブを灰色にすることで氷の色をグレーにするという製氷係の神対応だった。ちなみに荒川静香は中国の大会で製氷係のある行動を目撃。何巻いてんのって聞いたら牛乳って言った牛乳って言った牛乳って牛乳みたいな。白くしてんの。ダメじゃないの牛乳巻いたら。なんと中国ではアイスホッケー用のラインを消すため牛乳を撒いていた。製氷係の神対応は各国様々だった。